騎士のシチューと黒パンを3つずつ。はーい、少々お待ちください。こっちも2人前、肉多めで。はいはーい。お父さん、騎士のシチュー5つ追加、2つはお肉多めで。はいよ。肉多めの分からだ。はーい。お待たせしました、騎士のシチューです。どうぞ。これを食べるの楽しみにしてたのよ。ありがとうございます。ごちそうさま。ちょうどいただきます。またお越しくださいませ。少し落ち着いたな。もうクタクタ。あとはやっておくから、夕方まで休憩していいぞ。お父さんが騎士のシチューの作り方を教わってから、私たちの生活は一変した。え？騎士のシチューの？ああ、銀貨100枚で頼み込んだら心よく教えてくれたぞ。あ、今なんて言った？銀貨100枚で頼み込んだ。銀貨100枚？半月分の売り上げじゃない。うちにそんな余裕がないのはお父さんも分かってるでしょ。うん、相談しなかったのは悪かったと思ってるさ。でも大丈夫だ、安心しろ。銀貨100枚なんてきっとすぐ売り上げで取り返せる。食べた人たちのあの反応、絶対にうちの看板メニューになるぞ。うん。あ、銀貨100枚。結果としてお父さんの判断は間違っていなかった。騎士のシチューは5日で銀貨100枚の売り上げを出すほどの人気メニューになった。はあ、忙しいのは嬉しいことだけど、ちょっとだけ寝ちゃおうかな。暇だった頃みたいに昼寝でも。おい、マイラ。もう、人が気持ちよく寝ようとしてる時に。よ、ヨハン、どうかしたの？え、なんか怒ってる？俺なんかしたっけ？別に。ならいいんだけどよ、すっげえ飯屋見つけたんだけど、これから一緒に行かないか？すっげえ飯屋？この町にそんなお店あった？この前見つけたんだよ、ちょっと変わった店でさ、めちゃくちゃうまいんだ。めちゃくちゃって、まあ夕方までなら付き合ってあげてもいいわ。お、そう来なくちゃ、早く行こうぜ。そうね、そうと決まったら行きましょう。ねえヨハン、もしかして私騙されてる？なんでご飯食べに行こうって話で森の中なの？しかもこの森って時々狼が出るって話じゃない。騙してねえって、この先にあるんだよ、すっごい飯屋。
あともし狼が出たら俺が守ってやるからさ。不安だな。なんだよ、これでも自警団に入ってんだからな。知ってるわよ。ねえ、なんでこんなところにお店があるなんて分かったの？ああ、ほら、この前ハーフリングの料理人夫婦が来ただろ。騎士のシチューの？そうそう、その夫婦が変な歌を歌いながらこの森に入っていったらしいんだ。こりゃ森の中になんかあるなーって思って何回か来てみたら、うんうん、あれを見つけたんだ。ん？なんでこんな森の中に扉が？あそこが目的の飯屋、猫屋だ。いらっしゃいませ。角？私魔族なんです。へえ、魔族って初めて会ったわ。なんかこういかつい感じかと思ったけど、可愛い人もいるのね。ありがとうございます。空いてるお席にどうぞ。世話になるぜ。こちらサービスのお水とおしぼりです。お決まりになりましたらお呼びください。不思議なお店ね。給仕のこの服なんかちょっと丈が短いし。なんか異世界ではあれが普通なんだと。待って、今異世界って言った？ここって異世界なの？あれ、言ってなかったっけ？聞いてないわよ。すまんすまん。ああ、飯がうまいのは確かだからさ、何食うか決めようぜ。へえ、いろいろあるのね。値段はうちよりちょっと高いくらいかな。そうなんだけど、実はこの店、料理を頼めばパンとスープは食い放題なんだよ。え？それにパンは1個で銀貨1枚は取れるような上等な白パン。そんなものが食べ放題？で、俺のおすすめはこれだよ。マカロニグラタン。そう、騎士のシチューそっくりで、それよりうまかった。騎士のソースにチーズを乗せて焼いたもの。ん、じゃあこれにしましょう。よし、来た、注文。はい、マカロニグラタンとパンを2つずつ。かしこまりました。少々お待ちください。お待たせしました、マカロニグラタンです。お熱いので気をつけてお召し上がりください。よ、待ってました。それではごゆっくりどうぞ。これがマカロニグラタン。騎士のソースとチーズのいい匂い。これこれ。ん、どうぞ。あちいけどうめえ。ほら、マイラも冷めないうちに食えよ。うめえぞ。うん、熱そうだし、まずはパンから。おいしい。外はさっくりとしてて、中はしっとりと柔らか。こんなにおいしいパンが食べ放題なんて。すごいだろ、異世界。すごいわね、異世界。パンもうまいけど、早くマカロニグラタンも食ってみてくれよ。わかった。焦げたチーズが香ばしく口の中に広がって、食欲が刺激されるわ。中に入ってるのはオラニエと鶏肉とキノコ麺。
不思議な形、穴が開いてる。あ、噛むと穴に入り込んだソースがじゅわっと溢れてくる。騎士のソースの濃厚な乳の味とチーズの酸味が互いの良さを引き立てていて、おいしい。これうちのお店で食べられるようになったらどう思う？マイラのとこで食えるようになったら俺毎日行くよ。そっか。ヨハンがそう言うなら頑張ってみようかな。やった、俺試食ならいくらでも手伝うぜ。お金取るわよ。そりゃねえよ。海を見るのは久しぶり。やっぱり大きいわね。ファルは前にも来たことあるの？ええ、50年くらい前にね。やっと海に着いた。あれからアリスと旅をしてきた。いろいろなことがあったけど、さあアリス、味付けに使える海の草を探しに行くわよ。え、嘘でしょ、どこに行ったのよアリス。アリス、さあさあお立ち会い。どこに行ったのアリス。世にも珍しいカッパだよ。帝国の皇帝陛下もお気に入りだともっぱらの噂だよ。どうだい、一口飲んでいかないかい。白砂糖はあるかい。最近光の神殿からよく注文が来るから仕入れておきたいんだが。なんだいこの値段は。これ一本で海の国の梅酒の上物が5本は買えちまうよ。知らないのかい、こいつはドワーフの新しい歌手さ。おい、そこの姉ちゃん、揚げたてのコロッケはどうだい。前に来た時はもっと閑散としてたのに。人間の街ってたった50年でこんなにも変わるものなの？ずっと静かな森で暮らしてたから、こういう騒がしいところは苦手なのよね。あ、いた！アリス！一人でうろうろしちゃダメっていつも言ってるじゃない。ごめんなさい。もう気をつけてよ。で、何を見てたの？これ。ん？スライムみたいだけど、これって食べ物なの？まあね、これはフルーツゼリーってお菓子なんだ。フルーツゼリー？よかったら食べてってよ。この前お姉さんみたいなエルフの人にも出したけど、美味しいって言ってくれたよ。そうね。じゃあ二ついただくわ。毎度。どうぞ。ありがとう。結構いけるじゃない。このつるりとした舌触りがたまらないわね。うん、おいしいよこれ。こっちの世界にもこんなものを作れる人間がいるのね。これは砂糖で煮た果物の煮汁を固めてるってところかしら。でも一体どうやったら煮汁がこういう風に固まるの？ねえあなた、これどうやって作ってるの？私は知らないんだ。作り方を知りたいなら岬に住む魔女を訪ねてみるといいよ。ありがとう。お代はこれでいいかしら。さあ行くわよアリス。水を支配する青の神よ、我に加護を、我に大地を踏みしめるための足をくださいませ。いろいろ取れましたね。
今日は何にしようかしら。お客さんかしら。珍しいわね。どちら様。私はファルデニア、この子はアリス。市場の売り子からあなたのことを聞いてここに来たの。市場で売っているフルーツゼリー、あなたが作ってるって聞いたんだけど、合ってるかしら。ええ、そうよ。フルーツゼリーの作り方を教えてもらえないかしら。とっても美味しかったから。ごめんなさいね、悪気はないの。さ、入って、作り方を教えてあげるわ。この草ってもしかして海で取ったもの？ええ、そうよ。これって料理の味付けに使ったりとかするわよ。分けてあげましょうか。いいの？ぜひ欲しいわ。じゃあ帰りに渡すわね。ありがとう。よかったらどうぞ。ありがとう。大丈夫？さて、フルーツゼリーの作り方だったわよね。ええ。まず先に言っておくわね。私の作るフルーツゼリーはまだ未完成品なの。それでもいいかしら。あれで未完成なの？ええ、本物はもっと柔らかいのよ。未完成でも構わないわ。それならよかったわ。聞いてもいいかしら。どうぞ。どうしてあのスライム状に固めようと思ったの？他の料理や菓子からは得られない発想よね。ああ、それは私の思いつきではないのよ。え？フルーツゼリーは私が考案したものじゃなくて、あるお店で出されたものを見よう見まねで作ってみたものなの。あるお店。今日は何が取れるかしら。何かしら。これ。この地に移り住んで55年。このようなものが現れたのは初めてね。魔力を感じる。転移魔法の類ね。どこにつながっているのかしら。いらっしゃい。ここって。ああ、初めてのお客さんですか。ここは異世界にある猫屋っていう料理屋です。異世界料理屋。ええ、まあよかったら何か食べていきませんか。では、せっかくなので。空いている席にどうぞ。お客さん、東大陸語は読めますか？はい。こちらがメニューです。それとこれはサービスの水とおしぼりです。サービス？ああ、ただってことです。おかわりもできますんで、お気軽にお声掛けください。ずいぶんたくさんの料理があるのね。食事をしてしまったばかりだから、何か軽いものがいいわね。フルーツゼリー、果物の砂糖煮を透き通ったスライムで包んだもの。異世界ではスライムを食べるのかしら。気になるわ。注文を。はいよ。このフルーツゼリーというものをお願いします。フルーツゼリーですね。少々お待ちください。お待たせしました。フルーツゼリーです。それではごゆっくり。綺麗。まるで水中から水面を見上げているみたい。スライムと書かれていましたが、比喩表現でしたのね。まあ、つるりとした舌触り、とろりと柔らかく溶けていく。爽やかな酸味と透き通るような甘さ、おいしい。これはミケーレかしら。甘い。
普段食べるミケールに比べて酸味が弱く食べやすいわ。甘く熟したマルゴー、宝玉のように艶やかなモスケット、三日月型に切られたタオの実、口の中で縦に裂ける黄色い果実、なんて贅沢なのでしょう。どの果物も今まで食べてきた果物より甘くて美味しいわ。砂糖水で煮込めばこのようになるのかしら。毎日食べたいくらい。そういえば海藻の中に液体を固める効果を持つものがあるわね。もしかしたらこのフルーツゼリーを作れるかも。帰ったら試してみようかしら。ということがあって作り始めたの。まだ猫屋で食べたフルーツゼリーの柔らかさは再現できないけどね。私が作るゼリーはどうしても硬くなっちゃうのよ。どうしたの？猫屋。ねえファル、猫屋ってライスバーガー食べたとこだよね。ええ、そうよ。知ってるの？猫屋はね、ファルが旅に出ようと思ったきっかけなんだって。あら、そうなの。またしてもやられたわ。このまま負け続けるなんて耐えられない。カミラさん。はい。猫屋のフルーツゼリーより美味しいものを作りましょう。そうね。あなたのこれまでの知恵を貸してもらえたら超えられるかもしれないわ。早速作ってみましょうか。